よかった、終えた終えた。あ、おめでとう。あれです。ちょっと分かんない。今、これできた。今行った。あ、本当。あ、ごめん。決定。着。はあ、ありがとうございます。はあ、ありがとう。クイは。いや、まったく。はい。はあ、足振りな。見えないよね。危ない。危ない。危ない。もう一回ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。チューブ伝統で潰せしなかった。あ、それでは優勝インタビューに移らさせていただきます。優勝いたしました竹内優作選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。今どんな気持ちですか？いや、まだちょっと頭真っ白でちょっとおまけを考えございます。大丈夫だよ、うるせえよお前ら。この優勝はまず誰に伝えたいですか？いや、やっぱもうお世話になる師匠や家族に報告したいです。デビューする前から富雄の家で食事をしてプロを目指したわけですけども、ここの舞台っていうのはその頃は思い描けてましたか？いや、ダメだ。いや、まあ、浅井さんのすごい自信が自分に乗り移った感覚になったんで、もうラインのおかげだと思います。チューブレース2周半逃げて優勝しました。バックでは優勝するっていう確信見えたものがありました？いや、もう本当にいっぱいだったんで、ただ最後浅井さんに頑張れっていう一言でもう一組できたんで、もう本当に感謝です。はい、おめでとう。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ今富雄さんがどんな気持ちなのかなというのが一番我々も知りたいぐらい。もう本当にちょっと、もう富雄さんの顔も出すとちょっと、はい。いや、まだ電話とかされてないですね。あ、もう全然でまだ出てないんで。いや、まあもちろん浅井の援護があったり、いやもう、まあ、これまでのです、ね、関係もあってなんですけどね。もうやっぱ信頼できる浅井さんなんで、でも3番手も西村さん2日間お世話になっているんで、もうそこはもう信頼してもうどんどん行けたんで、もうラインのおかげだと思います。本当にこういうところをチューブでこう決めていくことをずっとこうやっていきたいという、そうですね。やっぱそれを逆に今度若手にもやっぱ自分も言っていかないといけなくなってくると思うんで、そこをしっかり言うにはやっぱ自分もやってないといけないと思うんで、そこをしっかり意識してまた今後頑張りたいです。本当にこれからも楽しみですし、もっともっと富雄さんを驚かせないといけない、もっと上があるっていうのが、はい、もう早く富雄さんに報告で、もっといい報告ができるようにもっと上目指して頑張ります。富雄さんが本当に大声出しているのが僕も目に浮かびますよね。そうですね、もう、もう本当にもう富雄さんにはお世話に なりっきりだと思うんで、デビューか、はい、本当開催者だったらもうずっとこう何か何をやってますもんね。もうそうですね、もう本当にもう自分のことのようにやってくれるんで、はい、今日帰ってもすぐ会えるんですか？そうです、まあ、とりあえずチューブの打ち上げがあると思うんで、うん、はい、もうとりあえず出て報告したいです。飛んでくるでしょ。いえ。おめでとうございます。ありがとうございます。G1 で期待します。